スライムが作りたいです。ごめんね、スライムにはさせてあげられないけど、スライムを作ることはできます。初めてのスライム作り始めます。何色にする？何色にするね。これ作るんだって。下手くそだからさ。やるよやるよ。そうだよ、はい、そうだそうだ、 そうだよ、協力しろ。そうだよ、塞ぐから今。半分くらい入れてみて。半分くらい入れたじゃん今。臭いね。ごめんね。100ミリしか入れてないんだから、そんないっぱい入れないでって言ったら、ね、大丈夫大丈夫って入れたのあなたでしょ。ルミアケチャンネル。あ、どうしたあーちゃん。どうしたどうしたあーちゃん。どうした。どうしたの。どうしたあーちゃん。どうしたの。これが作ったすぎて。視聴者の皆様はきっと分かっていると思う。洗濯のりとかでね、きっと分かると思うんだ。で、まあ、これは何かっていうことだね。これはね、スライム。かわいいね。かわいいよね。これになりたい。めっちゃ守備力高いんでしょ、だって。もう麻雀で言ったら絶対振り込まないよ。ということで、スライムになりたいです。あ、違う。スライムが作りたいです。ごめんね、スライムにはさせてあげられないけど、スライムを作ることはできます。初めてのスライム作り始めます。スライム作るぞ。それは何ですか。これは洗濯のりです。ババーン。洗濯のりってこんな風にあるんだね。使ったことないの。ないね。洗濯のりもないけど。痛い痛い。宝山宝山宝山。スライム作りにって書いてあるじゃん、ね、スライム作りにって書いてある。洗濯のり液に宝砕液を少しずつ加えて素早くかき混ぜ、程よく固まったら完成。めっちゃ簡単そうじゃん。着色料製剤、うん、何色にする何色にするね。これ作るんだって。じゃあこれアクリルカラー。あ、じゃあパールカラー、アクリル絵の具。絵の具ですね。銀と黒があるのでこれ用だね。銀だもんね、これね。でも多分この目とかさ、いや、ここはさすがに再現できなくね。目とかさ、なんかさ、ちょっとだけ取って黒、うん、真っ黒にしてペッて入れたらできそうな気もしなくもない。だから黒とそう、うん、赤、あのこんな綺麗な感じにはなんないけど、このほら、黒いだけ、うん、どこだけ、うん、あれ、メタルスライムってことだね。メタルスライムだ、そうだね、うん、メタルスライムだね。いいよ、メタルスライムでもいい。よし、じゃあメタルスライムを作ろう。で、まずはこれをね、うん、この中に入れるんだけど、はい、これね、750ml なの、はい、で、うん、このね、ここに書いてあるのは100と、うん、海苔100に水100を溶かすって書いてあるんだけど、200、これ650残してもしょうがないから、うん、これ全部1本使おうかなと思って。いいよいいよいいよ、YouTube っぽいからいいよいいよいいよ。ここはね、2リットルなんだけど、ここに穴が開いてるから、うん、ここから出てきちゃうから、この穴を塞ぎたいと思います。そうだよ、そうだそうだ、協力しろ。そうだよ。これはさ、ちょっと見てみて、ほら、ちょっと穴、違う、塞ぐから、今。塞ぐから、じゃあまず海苔を入れます。こんな感じなんね。思ったよりサラサラなんだね、この洗濯のりって。使ったことないからさ。ここに水入れるってくるから、ちょっと待ってて。あ、賢い。すごい。でしょ。そうなんです、私賢いんです。すごいんです。そうなんですよ、うちの姉ちゃん賢いんです。びっくりした。これは別にあれだよね、バーって入れちゃっていいんですね。いや、半分くらい、だから半分くらい入れてみて、半分くらい言ったじゃん今。半分くらい言ってみて、なんか様子がおかしかったらお湯を足そうって、うん、聞いてみよう。どうしようかね。めっちゃ泡立ってる。やば。取ってくる？え？え？まだいいんじゃないかな。え、なんで？なんで結局使うんだからさ。まあ。初心者が作る初めての汚いスライム動画です。申し訳ないね。ごめんねって。これを泡が消えるかどうか。そうだね。どうやってやるの？え、なんかね。うん、
すくって、うん、もう泡自体を、うん、ちょっとティッシュ。ティッシュ、ティッシュ、はい。ティッシュ、はい。取っちゃうみたいな。それはさ、潰すっていうか、取っちゃう？あ、アク取り的な。あ、そうみたいなやつじゃない。はい、あ、消えました。すごーい。できました。ほら、こうやって見せて、ほら。ほらほら、こんなに綺麗になりました。うん、入れまーす。はい、お願いします。なんかそういう感じ。これあれじゃないの、あの明度が低い感じ のメタリックのやつ。ない、メタリックだ ねなんかこれくらいで、じゃあちょっと良すぎるか。溶けんのそれ。ねえ、なんか固まってるね。溶けなくない？これさ、もうちょっと少ない時にやった。でもそんな無理か。全然中で固まってるね、これ。すごく汚いです。どうする？頑張って。溶けないよ、だってもうちょっと入れちゃうじゃん。逆に逆に、うん、もう、ああ、何やってんの。本当にどうくさいね。ごめんね。どういうこと？ごめんね。はい、水性の絵の具じゃないとダメなのかな。水性の絵の具の方が溶けやすそうだね。触るから。え、こっちのなんかこれ入れて、もう違うようにしちゃう。だってもう溶けないもん、これ。溶けないね。ちょっと黒入れた方がなんか良さそうな気もするな。これも全部入れちゃう。お、あ、おいいです。お、全部入れちゃう。いいよ。あとね、なんか混ぜる時に手が、うわ、結構入れるね。入れるね、入れるね。全部入れました。はい、全部入りました。入りました。なんか、そうだね、できてから、こう、ネリネリしたい。ネリネリ、ネリネリしたらなんかいい感じになりそうな気もする、はい、でも、なんか色味は足りないような気がする。足します。黒入れます。黒入れます。あ、もうちょっと入れよう。まだあるやん。もうちょっと入れよう。全部入れていいよ。全部。全部入れよう。うん。いや、甘いなと思ったんですよ。甘いんじゃないかなって。あ、すげー出てきた。もうあんちゃん、そんな入れたらさ、そんな入れたら黒くなっちゃう。そっちはさ、だってあんま出てこなかったのにさ、ビヨーンって出てきたの。あ、すごい黒くなっちゃった。あ、黒はさ、めっちゃ溶けるんだけど、何これ。どういうこと？シルバーだから溶けなかったってこと？わかんない。でもすっごい汚い。なんかひじきみたいに浮いてるみたいになってる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。放射、放射どうすんのこれ？溶かしてから、ちょっとずつ入れて、うん、放射液を100ミリに4グラムだから、1.5 倍。350でしょ。7535でも270なんですよ。足んない。でも全部使うわけじゃないから、そうそうそう。大体でいいか。ちょっとずつ200ミリぐらい今入ってるの。これ私、200ミリぐらいだよ、今入ってるの。聞いてる？あ、うん。聞いてた。うん、これ5分の3入れないで、200ミリしか入ってないんだから、5分の3入れないで。5分の2くらいかな。4分の1ぐらいでもいいくらい。怖い。それはさ、もう5分の3入れようとしてない？5分の3。5分の3って言われたから5分の3入れます。違う違う、だから200ミリしかない。でも違う、全部入れないって言ってたもん。何が、誰が、どこに？ YouTube。 これで、これ溶かして、溶けたかな。もうシャリシャリ言ってるけど、なんかシャリシャリ言ってるから、もうちょっとさ、もうちょっと足す？いいんじゃないかな。なんかあれだね、ワイルドですね。だって簡単なお仕事でしょこれ。混ぜるだけの。お前アラフォーにもだってスライムの一つも満足で作れないのかよって言われちゃうよ。ね、ゆっくりで、ね、ゆっくりで、ね、ゆっくりよ、ゆっくりゆっくりよ。あのね、ちょっとずつ入れてねって書いてあった。なんかもうちょっと入れただけですごい重くなった。粘度上がった？うん。あ、本当だね。体温体温してるね。体温体温してる。素晴らしい。すごいすごい。おお。問題になってる。見たことある。え、これさ、これやっぱ濃かったんじゃないかな。200ミリぐらいだよ、今入ってるの。聞いてる？あ、うん。聞いてた。うん。こんくらい。5分の3入れないで、200ミリしか入ってないんだから、5分の3入れないで。それはさ、もう5分の3入れようとしてない？でもさ、言ったじゃん。だってちょっとしか入れてない。200ミリしか入れてないんだから、そんないっぱい入れないでって言ったら、大丈夫大丈夫って入れたのあなたでしょ。しょうがないんだって、初めて。
初めてで全部許されると思う。うんうんうん、いいじゃないいいじゃない。いいかどうかわからないけど。進んだ進んだ、さっきよりは進んだ。もうちょっとだな、もうちょっと入れようかな。次回入れ？次回入れ？次回入れはちょっと私意外と臆病なのよね。腕疲れてきた。もう割り箸折れそう。もう手でいったらいいんじゃない？もう私の商売道具大丈夫かな。手で直接触って。大丈夫、怒られない。EX 風鈴カナに怒られない。大丈夫。いきまーす。はい。バーン。バーン。バーン。いいじゃない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 、ほらいいわいいわいいわよ。あ、そうそうそう。あ、なるほどなるほど。なんか、うん、硬い。入れすぎだよやっぱり。あ、でも触り心地は悪くないよ。入れすぎ？重さを、うん？だって伸びないもん。そうだね。うん、こうすると失敗するよっていう失敗例に出てきたやつ。やつだ。まあ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 、でもこんなもんね。意外と伸びるな。喋んないことになって思ったら、うん、わ、すっげーベタベタする、なんかムチムチペタンペタンして、なんかでもさ、こうやって折った時にさ、うん、シューってこう戻んないよね。そうだね。あ、これハグレメタルできるやん。ハグレメタルできた。できたじゃん。ゴイス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 、向こうから見てちゃんとこうはぐれみたいになるよ、ね、なってる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 、なんかもっとトゥルントゥルンしてるよね。そうだね。今度はもうちょっと伸びるスライム作りたいです。はい。ちぎれちゃうからこれ、はい、そうしましょう、うん、はい、しましょう。はい、この動画が面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね。